ラオス人民軍はラオスの軍隊である。ラオス人民革命党が創設した大衆組織ネオラオハクサートの軍事組織パテートラオを母体とするためラオス人民民主共和国の国軍であるとともにラオス人民革命党の統制を受ける党の軍隊としての性格を持つ。ラオスは世界の最貧国の一つであるためラオス人民軍は小規模であり軍資金も 不十分で、資材も不足している。装備の大部分は、ソビエト連邦より提供されたものであり、ソビエト連邦の崩壊後の今日では老朽化している。そのため、戦力の低下は、継続的に続いているとみられる。一方で、国防省は、山岳開発公社や農林産業公社のように、森林の伐採や、鉱山開発そして、輸出入を行う公社を有しており、また、 国家機構の中心を軍出身者が占めるなど、軍の権力は政治的にも経済的にも強大である。ラオス人民軍の前身は、ラオス内戦において、左派の軍事組織として王政を打倒したパテート・ラーオである。1949年7月19日、フランスによる植民地支配から独立した後、1950年にネオ・ラーオ・イサラが結成されると、 その軍事組織として、パテートラーオが編成された。1956年、ネオラオイサラが、ラオス人民党によって、サハの大衆組織、ネオラオハクサートに、改組されると、パテートラーオはネオラオハクサートの戦闘部隊となった。その後、1965年10月5日に、ラオス人民解放軍と解消されたが、国際的なメディアは、観光と便宜上の理由から、 ネオラオハクサートとラオス人民解放軍をパテートラオと呼び続けた。ラオス内戦がネオラオハクサートの勝利に終わり、1975年12月2日にラオス人民民主共和国が建国されると、旧来のラオス王国軍は解散させられ、ラオス人民解放軍が国軍として編成された。1982年、ラオス人民軍に解消された。憲法の規定により、 ラオス人民民主共和国主席がラオス人民軍の最高司令官となる。国防省が軍事行政を担当する。ラオス人民軍はラオス人民革命党の指導を受けるため、ラオス人民革命党中央国防治安委員会が軍の最高指導機関となり、党の最高指導者である初期長が議長を務める。軍の政治総局は、 党中央委員会政治局の統制下に置かれる。ラオス人民軍は陸空軍からなる。ラオスは内陸国のために海軍は存在しないが陸軍が河川部隊を指揮している。1972年ロンチェーン基地の T-28 リトロージャン練習記ーラペット87ページボーラペット16ページボーラペット115ページ30-34 映像、旧ソ連製 T-34-85 抽選車両との協定でラオスが返還。ありがとうございます。